鶏卵生産大手、秋田フーズの元代表による、吉川元農林水産大臣への現金提供疑惑を巡り、8日、衆参両院で開かれた農水委員会の閉会中審査で、野党側が事実関係を問い立ただし,した農水省の中で、誰が関わったかとか、そういうことも含めて、調査をすべきだというふうに思いますが、いかがですか。 農林水産行政の施策についてはです、ね、今後もしっかりと説明してまいりたいと考えておりますが、まあ、あの本件につきましては、あの現時点で捜査活動に関することでもあることから、まずは捜査活動に関する協力要請があれば、適切に対応してまいりたいと思いますが、まあ、いずれにせよ、農林水産行政について国民に疑念を持たれることがないように対応してまいりたいと考えております。調査をする気があるのか、ないのか、それだけ聞かせてください。 施策についてはです、ね、今申し上げたとおり、しっかり説明してまいりたいと考えておりますが、あの本件については、あの現時点で捜査活動に関することでもありますから、まずは捜査活動に関する協力要請があれば適切に対応してまいりたいと考えております。野党側の追及に対し、野上大臣はこのように述べ、農水省としてこの疑惑に対する調査を行うかどうかについては明言を避けました。 吉川氏をめぐっては大臣在任中に大臣室などで複数回にわたり合わせて現金500万円を受け取った疑いが浮上しています。